栃木県の那須岳に来ています。時刻は8時ぐらいです。ロープウェイは後ろにあるんですけど、ロープウェイは使わずに足で登っていきます。茶臼岳、三本槍岳、あと朝日岳という3つの那須岳の山々を縦走したいと思います。もう茶臼岳はそこに見えています。あっちが朝日岳です。コースタイムは往復6時間ぐらいです、天気はちょっと曇ってますが、まあ、予報は A なので、天気もいいと思います。行ってきます。レッツゴー。登山口です。山の神って書いてあります。クロフトの時も山の神がありました。もう日焼けたね。向こうすごい雲海だよ、最高。あれトトロみたい。もうすぐ1座目の朝日岳山頂です。朝日岳登頂です。那須岳3座のうちの1座目です。おお、いいですね。あっちに駐車場が見えます。あそこからずっと道が見えますかね。登山道を登ってきました。結構長いように見えますが、案外1時間15分ぐらいで着きました。1座目が終わったので、次は三本槍岳を目指します。向こうだと思うんですけど、どれか分かりません。行ってからのお楽しみです。それよりこの左の迫力がやっぱりすごいな。左の迫力があるね。チャウスとそれまでの尾根、
ずっと10分ぐらい草の中を歩いてます。まだ3本槍がどこか分かりません。3本槍だけ9.17m 登頂です。ナスだけ2座目です。今から帰ります。山頂でご飯の予定だったんですけど、お腹も空いてないのでご飯を食べずもう下ります。あっちの朝日岳目指して、その後あっちの茶臼まで行きます。シャクナゲが咲いてます。さっきまであれずっとツツジだと思ってました。山頂の看板でマオコが気づきました。バイバイワンちゃん。あのおじちゃんとワンちゃんは今から三本やりに行きます。助かりです。半分ぐらい戻ってきました。ここから見える景色が一番綺麗なので、皆さんにもお見せしたいと思います。朝日岳と茶臼岳。この稜線めっちゃ綺麗だね。山のハイマツとかの緑と火山の黒、岩の白、空の青。いろんな色があって最高に綺麗ですね。紅葉だともっと綺麗なんですかね。紅葉も期待ですね。あっちの三本槍はちょっと遠い割にあんまり楽しくなかったです。はい、また写真タイムです。今日30回目ぐらいです。いいね。景色はいいんです。その手前に面白い石がありました。あ、これ無理だね。絶対落とす。おお、いけた。セーフ。おお、すごい、めっちゃいい。めっちゃ景色いい。ウインナー焼いてます。それは何ですか？卵。わざわざ持ってきた卵。卵めっちゃうまいから今まで食う卵はうまいぞ。平気だったな。おー、傾いてますね。落ちないかな。ね、これ回した方がいい。うん、おお、上手ですね。茶臼岳をついに目指します。あー、何回登ってんだ今日。もう2個登ったからもう満足なんだけどな。まあメインのナスだけ、メインのチャウスだけ。頑張ろう。15分ぐらい登ってきました。もう周りは岩だらけです。
火山の山ですね。オカマ口です。チャウフ岳まであと 0.4 キロ、約15分です。頑張ります。オカマって加工ってこと？ね、噴火しなさそうな。あっつ、あれが山頂かな。あと10分、早く着きたい。チャウフ岳山頂到着です。標高1915メートルです。神社があります。こっちはお鉢です。おお、ここが河口だったんですかね。今は全然そんな気配ないです。ロープウェイの山頂駅に到着です。帰りはロープウェイで下ります。チャウフ岳山頂からここまでの道のりは楽だと思ったんですけど、一番嫌でした。すごいガレガレ、歩きにくかったです。一回こけました。痛かったです。イエーイ、到着。チャンネル登録よろしくお願いします。